はい、今回はですね、S&P500 のレバレッジ型投資信託より、株価指数 c f d で投資する理由というお話をしていきたいというふうに思います。でレバレッジ型の投資信託というのがありまして、こっちの方が利益出るんじゃないのみたいな話があるんですけど、僕はレバレッジ型の投資信託を一切買っていません。今後もね、もしかしたら買うかもしれないんですけど、今のところ全く買ってないと。で、株価指数 c f d っていうのがあるんですけど、それを優先しています。 でその理由を今回は解説していきます。で、えー、レバレッジが担当信託となりまして、まあ、レバレッジっていうのは通常の値動きより大きくすることができるんですね。まあ、FX とかだとレバレッジを、ね、かけるんですけれども、おまあ、通常の2倍の値動きですね。えー、例えば1万円をで運用してるのを、まあ、2倍なんで2万円分運用した値動きにできるということですね。えーまあ、より少ないお金で大きく資金を動かせるので、まああ、この言い方が 適切かどうかわからないですけど、大稼ぎできるということなんですね。ただ反対に大損もしてしまうので、その非常にんていうんですか、ね、警戒が必要なものになりますね、レバレッジというのは。でそんな投資信託がありますで。レバレッジ型投資信託の特徴なんですけど、もう先ほど言いましたように、値上がり益、まず大きく取れます。 値、えーまあね、動きの、ね、通常2倍程度なんで、まあ、普通にいい投資信託で運用するよりは値が、まあね、上がったときはいいわけですね。まあ、反対に先ほど言いました損失も大きいんで、まあ、こっちが結構重大ですね。特に2019年、えー、2020年の1月、2月、絶好調、ね、株価絶好調の時から2020年、2月、3月、ね、コロナウイルスのショックによって 株価大下落ということで、まあ、そういう時にこれ持ってると大変なことになるということですね。まあ、今回、こんな一気に下落するのを予想した人はいなかったと思いますので、まあ、コロナウイルスが出たという時きに、ねえー、判断できた人はいいんですけど、ちょっと遅れた人はかなり損失を被ったあと思います。うーなので、そういうリスクがあるよというのが、ね、このレバレンジ型資信削の特徴になります。でえー、もう1個デメリットはちょっと手数料が高いです。 で今回例に挙げたの IP レバレッジ S&P500 という、まあ、そういうのがあるんですけど、さらっと聞いていただければいいんですが、購入時手数料2.2%というのを、これちょっと調べました。実際僕持ってないんで調べたんですけど、信託報酬が日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.99%、過去税込みってありまして、えーまあ、あ投資信託で積み立てニーサーなどで、ね、S&P500 人投資している人なら分かるかもしれないですけど、ちょっと高いですね。 購入時手数料はまずかかるというところですね。えー、普通は、普通はというか、まあ、S&P500 に普通に、普通の積み立てにされ、投資している場合、ね、EMAX シリーズとか、そういうのに投資している場合は、手数料、購入時手数料かからないのが普通なので、まあ、ちょっと高いと。で、信託報酬も高いですね。0.1%、0.2%ぐらいの、ね、みたいなやつもありますし、えー、それに比べるとかな、かなりと言っていいですね、割高になります。 まあレバレッジで運用するから高いのかなとな思ったり、まあ、これはちょっと分かんないですけどね、えー、そういう要素があるのかなとな思ったりしますけど、も、手数料的には高いですね。で、株価数 c f d というのを僕やってまして、えー、レバレッジ型、投資信託はやってないと。まあ、その理由としては、まず自分でレバレッジを設定できるっていうんで、株価数 c f d って自分で全て設定できるんですよね。まあ、最大のレバレッジ10倍なんですけど、 1 0倍以下でででであったららいくらでもできるんですよ、まあ、1倍にすることもできないことはない、まあ、やる人はまあほぼいないんですけど、おすごいロスカトレードを広げることができて、えー、もうリスクを極端に少なくすることもできるわけですね。えー、で、証拠金を入れたり、または引き出したりとか、あそういうね、証拠金の金額の大小でね、変、えー、わるレバレッジ変えれるんですけどお、すごく便利っていうか、一瞬で変えれるんで、結構楽ちんなんですね。 であと、レバレッジを最大10倍までできるんで、えーまあ、今、暴落してまして、えー、かなり安値で買えますよね。で、ここから仮に浮上していたと、上昇していたときに、まあ、ニュー,ヨークでは今、1万9000とか2万ですけど、それがまた2万5000、2万6000ぐらいまで浮上していたと、このコロナショックを乗り越えて浮上していたときに、レバレッジを高めることができるんですよね。えー、一旦レバレッジを、まあ、低く設定しておいて、ロスカットレートを広げて、上昇していったら、ガン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 ロスカットレートをね、 を引き上げてていってレバレッジを高くしていくということも、まあ、いろんな操作ができるので、そういう意味では僕、株価指数 CFD が好きですね。ただ、ロスカットを設定する知識と方針というのが必要になって、やっぱロスカットレートを設定、自分でするわけですから、あーまあ、いくらだったら含み損が許されるのか、どこでロスカットするのか、あるいはロスカットしないでずっと持つ運用方針でいくのかとかね、そういうのをちゃんと決めておく必要があります。そこはちょっと難しいところですね。まあ 設定自体はすごく簡単で、実際初めて僕やった時も、あ、これ結構簡単だなと思いました、はい。簡単に設定は自体はできます。操作方法自体は簡単なんですけど、ロスカットをどこに設定するのかっていう方針がちゃんと決まってないといけないと思いますね。で、僕はロスカットの考え方ら一応決まってまして、えー、決まってるんですね。で、カ数カス CFD の戦略っていうのが僕にありまして、えー、一応、まあ、この戦略が正しいわけじゃないんですけど、まあ、自分なりにこれが合ってるかなと思って選んでるんですね。 で、株価が下がってきたときにまず投資します。まあ、上がってるときも若干投資してるんですけど、下がってきたときにより投資するっていう意味ですね。で、長期スパンで投資しまして、5年後、10年後にこの株価、5年後、10年後にこの株価より上がるという基準まで下がったら投資です。例えば今、ニューヨークダウが2万か2万1000、えー、2万を切ったときもありましたけど、仮に5年後ぐらいにこの2万を超えてると思うんだったら投資ってことですね。単純に。この直近の1、2年はそんなに考えないです。そんなに考えない。 この1、2年だったらね、多分下がったり上がったり結構あると思うんで、えー、大変だと思うんですけど、まあ、あのー、普通に長期で見ます。まあ、正直、まあ、短期で予想するほど僕はあ投資がうまくないので、えー、それは避けてるというところですね。で、5年後にまあ2万から2万5000ぐらいになってるんだったら投資、まあ2万2000とかでもいいんですけど、上がってるんだったら投資で、えー、1万4000とか5000、6000、7000みたいに下がってるんだったら投資しないみたいな、ね、感じなんですけど、僕はアメリカのこれまでの感じだといつかは上がるんだろうと思ってるんで、投資します。 アメリカ以外もね、投資してるんですけど、ていうか、アメリカ以外が中心なんですけど、おこの株価が上がるというか、まあ、ある程度、ここだったら利益は狙えるというところまで下がって投資します。で、ロスカットレートはとにかく広く取ってロスカットしません。はい。含み損、とにかく変えるというね、もうお、とんでもない戦略ですね。ちょっと、含み損が大きいときは、メンタル的にきついかもしれないです。僕はまあんまりそれでね、含み損がいっぱいあっても、メンタルしんどくならない人なんで、こういう戦略取ってるんですね。 なので、含み損が大きくなってしんどいっていう人はあんまり向いてない戦略かもしれないです。ちなみにリーマンショック時のニューヨークダウンは値下がりが50%超えてまして、えー、1万4000ドル台だったのが6000ドル台まで下がっています。今回のケース、コロナショックで言いますと、お1万4000、えー、何百円、何百円じゃない、何百ドルまで下がったら、リーマンショックと同じぐらいの,、ね、あの下落幅なんですね。 でそこまで行くか行かないかみたいなところで、えー、リーマンショック級が来ても、まあ、ロスカットしないと。僕はイギリス100っていうのも結構投資してるんですけど、まあイギリス100も一緒で、リーマンショック級が来てもギリチョンでロスカットしないであろうっていうところに設定するっていうのが基本方針ですね。なので、まあ、ロスカットはしないと。まあ、リーマンショック以上が来てね、まあ、この後、本当に来るかもしれないんですけど、来たとしてもなんとか粘るっていうのが戦略です。もう本当に耐えて耐えてっていうね、もう忍耐を伴う戦略になってますんで、ええー、 まあ人を選ぶ手法かなと思いますけども、長期的には復活するだろうという予測に基づいてやってます。で、等身託なんですけど、先ほどレバレッジ型紹介しましたが、レバレッジ型やってなくて、通常型にしてます。で、S&P500 の,の投資託ですね、E-MAX シリーズとかありますけど、まあ、E-MAX シリーズと楽天全米、えー えー、インデックスファンドですね。えー、ごめんなさい。ちょっと正,正式な名前忘れ,忘れちゃいました。で、えーまあ、そこに投資してまして、積み立てニース枠と特定構造枠で投資してます。で、えー、これがまあ基本ですね。ここはまず、毎月一定額を積み立てて、株価が上昇しようとも下落しようとも一定額でやってるのがこの1番の方です。で、2番の方が株価指数 CFD で、米国 S500、S&P500 に連動に投資。これ下落時だけ。 ですねまあ、下落時だけといってもね、今回みたいに下落するときもあれば、ちょこっとだけ下落するときもあるんですけど、とりあえずある程度落ちたらちょこちょこっと通します。まあ、一気にガッ、もうなんていうんですかね、現金余力を全部突っ込むということは絶対しないです。落ちたらちょくちょく手で、まあ、何ヶ月かスパンでやっていくっていう感じですね。それをまあ繰り返すという感じで、まあ、今回めちゃくちゃ下がったんで、行くよっていう、ある程度いくよっていうことなんですけど、えー、この2つで運用してます。この,の S&P500 に関しては、この2つってことですね。他にもいっぱい投資やってますけど、 S&P500 円の投資に関してはこれということです。で、まあ、レバレッジ2倍以上、ね、かけたいんですよね。なので、株価指数 CFD でレバレッジ2倍以上かけたいところですし、運用の安定感という意味では、まあ、あコ,ストなコストが抑えられる、レバレッジなしの投資信託がいいですと。だから安定感、要はぶっつけで言うと、レバレッジ型投資信託がちょっと中途半端あ何、リスクを置いたいのか、置いたいのか安定感なのかみたいなね、どっちつかずのような、僕は気がして投資しないということですね。 で、株価数 c f d の戦略も公開しまして、まあ、こちら概要欄ですね、説明欄にブログ記事のリンクを、この記事のリンクね、今動画で紹介している記事のリンク貼ってますんで、まあ、そこに株価数 c f d の参考記事もあります。はい、まとめです。で、カブカ c f d の理由は自分でレバレッジを設定できる、ロスカットに対する考え方が決まっていると。ロスカットをしないという方針なのでね、もう、とにかく持ち続けます。 ということです。まあ、CFD がある人はあんまりそういう人いなくて、もう短期的にガン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 取っていく人がほとんどだと思いますけれども、そうはしてないですね。で、まあ、レレッジを2倍にもできますし、10倍にもできるのが株価指数 c f d で、自由度が大きいのが主な、ね、理由です。ロスカットをどうするかとかね、その辺の方針がちょ,ちょっと難しいんですけれども、戦略がまあそこは決まってるんで、株価指数 c f d にしているというところですね。 えーまあ、レバレッジ型投資信託、まあ、僕はね、正直魅力感じてないっていうのは正直なところですけど、まあ、自分自身の投資方針と合わせて、運用を考えていただけたらというふうに思います。ちょっと手数料高いかなっていう印象はありますね、はい。ということで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。